中村愛のうまコラボ。先週注目したラブラブラブはなんと16着でした。しんがり負けです。でも私とゆかりがありますので今後も応援していきたいななんて思っております。でそんな私中村ラブの天皇賞の穴馬はこちらです。ででん、2番チェスナットコート。前走の日経賞2着について、ダダン、矢作調教師がこんなこと言っております。小回りを対応できたのは大きい、収穫以上のものがあった。そして鞍上の海老名騎手はというと、ダダン、初重賞で上出来、中山をこなしたのは大きい、何より乗りやすいということで、長距離レースに向けて乗りやすいというのは好感触なんじゃないでしょうか。でこの海老名騎手の天皇賞春のダダン相性について、ダダン、すごい、15戦して3勝、そして5連敗です。海老名騎手本当によろしくお願いします。そしてチェスナットコート頑張れ、私が放牧に出る前に1回ぐらい当てたい。馬コラボ独自のコラボ指数で当たりを連発している馬コラボ、コラボ指数上位6頭の組み合わせが合言葉です。コラボ指数にお世話になっている私がレースを厳選した日曜京都2レースの結果見ていきましょう。注目した馬たちが上位に絡み、軸馬の7番タガノヤマトも2着、3連複的中です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位の馬同士の決着だったのは31レースでした。その中でも12レース中8レースで指数上位決着だった土曜日の東京から、ダン、土曜東京4レースでは指数上位5頭でなんと3連単が的中。3連単5頭ボックスを60点買ったとしても、はい、オッズは770倍の高配当でした。最大18レースの指数が無料でチェックできるこのサイトはうまコラボというんです。私がコラボ指数を使って導いたスペシャル予想ページを公開中。今週は天皇賞春の指数を公開予定。コラボ指数を使って自分だけの穴馬を見つけちゃいましょう。皆さんぜひアクセスしてください。以上、中村愛の馬コラボでした。